築山若選手手術成功おめでとうございますいやーもう本当に、えー、レスラーだったりとか、まあ、レスラーだけではないですけどあー手術っていうのは怖いものがあるでしょうし欠場するっていうのも恐ろしいものがあるでしょうしいろんな判断があって手術に踏み切ったっていうことだと思うし、えー、最近だった新日本プロレスの田口雄介選手が。 えー、事故をねバイクで事故を起こしてしまって、えー、この間ベスト・オブ・スーパージュニアの開催の途中で、えー、後楽園ホールだったと思うんですけど元気ですとあ,ありがたいことにプロレスができる体で、えー、手術が成功しましたと、えー、まだ復帰できないですけど、えー、プロレスができるんで、えー、それを嬉しく、えー、リハビリ頑張ってまた帰ってきますって話があって、まあ、柴田勝頼選手,も選手も大怪我して生きてますと。 だったりとか本間選手もだったりとかあ天山選手だったりとかいろいろ怪我して、えーまあ、そこから怪我の後からあーなかなか上昇できないとかいろんなのはあると思うんですけどやっぱそうやって、えーえー、予定では後楽園ホールで復帰なんですよねだから無理して急がなくても今年ファイブストアグランピニに出,る出れる出れないで間に合わせたいとかいろんな思いがあると思うんですけどまずはね体をしっかりと休めて、えー、本当に。 ファンとしてはプロレス好きとしてはプロレスラーとして上がってくれるってのはすごくねあ,のありがたいことだなっていうふうに思いますしで僕はいろいろや月山選手に言うのはマジで花子を付き合わせの成長阻害しないでくれっていうことを思ってるだけなんで、うん、だから今後月山選手がもうハイスピード狙う赤白 IWGP ストロング狙う今年の5ターンゼガヒでも出る、うん、ゴンガンシングルでベルト巻いていきたいっていうようなことさえ言っていただければ。 純粋にファンも応援するんじゃないかなっていうふうに思ってるんで。でですね、あのちょっと僕も今、怪我してて、怪我してる時に、どういうことをするかっていろいろあると思うんですけど、おすすめとして、もうプロレスの本が面白くて、築山選手頭がいいし、読書が好きだって言われてるんで、た、まあ、多分読まれてるから、 もう読んでたら関係ないんであれですけど、これファンの人たちとか、プロレスが好きな人、最近渡谷真代選手が映画になりましたよね、家でレスラーで。渡谷真代選手の本とか読んだりとかしてると思うんですけど、僕が今読んでるのが、この三沢光春さんの思考の三冠チャンピオン、で中村慎介選手のザ・ライジングさん、で、えー、初代タイマーガーマスク、佐山悟さんの親切佐山悟、で、えー、ジャンボ鶴田さん、永遠の最強チャンピオンですよ。 で、えー、新説「長州力」えー、1951年から2018年の本で、まあ、このまだ、あのー、三沢選手の本しか読んでないんですよ、まあ、これからたくさん本読んでいくんですけどまあ面白いあの岩谷麻弥選手の本しかりで武藤選手の本しかりで健太選手の本とかでやっぱプロレスラーがなんで自分が今この立ち位置にいるかどこかのターニングポイントがあるんですよ。でこの三沢光春さんだったら あの、二代目タイガーマスクを襲名させられて、で、タイガーマスクとして6年ぐらいタイガーマスクして、で、そっからタイガーマスクのを脱ぎ捨てて、ジャンボ鶴田に一発入れたエルボール人生が変わったみたいな形なんですよ。何かしらのターニングポイントがあって。に三沢光春さんも、このエルボーで、こう、ジャンボ鶴田に一発意識飛ばしたみたいな状態を飛ばしたっていうので、大きく転換点があったんですけど、当時ですね、あの、エルボーを 主流にしてる選手がいなかったそうなんですよ。だからこう、こー力道山は空手チョップとだったりとか、チョップで、えー、蹴り、タイガーマスクだったら蹴りとか、まぁ、あ、エンズイしかり。で、まあ、こう、アームポイプとかいろいろあるんですけど、エルボーを軸にして戦ってるレスラーがそもそもいなくて、だで、三沢さんはもういろんなこと、ところに負担が来てて、 タイガーマスク2代目したんですけど体のウエイトが大きいのにいろんな形で飛ぶから負担がすごくきてたみたいなんですよで唯一というかもうエルボーぐらいしかできないみたいな形だったらしいんですよ怪我で,でそれがはまってで大きく人生を変えて一流のレスラー ジャンボ鶴谷に勝って、まあ、そこから転流して、まあ、いろんな形に今のミサ三沢光晴さんっていう軸がノアで小林健太さんに受け継がれてで今丸藤選手だったりとか塩崎豪選手に受け継がれてでそれが大原選手とかに受け継がれていってるって形になってるんですけどやっぱこの今の女子プロレスリングの中においてその若手レスラーしかりこのいろんなレスラーで大事なことは僕は絶対エルボーだと思ってるんですよ。 そのエルボーを相手の顎に入れるとか首元に入れるのとこの胸にエルボーを入れるっていうのでまあでビンタは危ないと思うんですよこの三沢さんの本でもありましたけどジャンボするたが三沢三沢さんがジャンボするたにビンタして鼓膜が破けたとかあってで実際ビンタは逃げだと思うんですよ確かにビンタして盛り上がるのは楽だと思うんですけどやっぱエルボーでエルボー合戦で盛り上がるっていうのが一番 こうレスラーとして向かっていくしエルボーを入れるっていうのがやっぱ踏み込まないとエルボーがいかないんですよねこう相手に踏み込んでやって一番気持ちが痩せてやっぱエルボーが強いレスラーって基本的に上にいってると思うんで、まあ、中野タム選手しかりマイカ選手しかりで白川選手はエルボーもあるしバ,バックボローとかキックも入れたりとか、まあ、いろんな工夫があったりすると思うんですけど基本的に。 こう上の軸に行ってるレスラーとかはやっぱエルボーを軸にしてそこからしてるってあるんで,で今月山選手が悩んでることとか、まあ、どのレスラーに対しても悩んでることとかどうすればいいかとかっていうのはあやっぱりいろんなことが全部詰まってるし歴史に答えがあるしこれプロレスだけじゃないと思うんですよ。 どんなことでも例えば恋愛にしろ社会学にしろ経済学にしろうつ病の治療にしろどんな治療にしろ、まあ、新しい最新の文献とかいろんな理論は出てきてるんですけどやっぱ基本的にこう今なぜこうプロレスがこうなってるかとかなぜこれで昔は大熱狂してたとかこういうのがあってとかなんかやっぱそういう対立軸みたいなでこういうの大熱狂するとかもしかしたら勝つんじゃないかだったりとか。 なんかそういういところで今のこのスタートアップにおいて例えば築山若対、えー、そうですねマイカってなった時に、まあ、それ両国以下で、ね、メインでも高楽園で、ね、メインになった時に大事なことって築山若選手がマイカに勝つかもねっていう期待感が大事っていう風に言われててだからそこの期待感がなかったらやっぱ人は集まらないわけですよでそれがランクが下がって築山若対花子だったりとか 月山若大レディーだったりとか自分のキャリアより下の人で勝てるかどうかわからないっていうのはやっぱ人が集まらないしやっぱ上のチャンピオンにまあ世代交代ですよねだから世代交代待ちの時は結構面白かったんですけど、まあ、あれは7位になったし、まあ、その後で桜綾選手と月山若選手は2人ともマイクが上手いから、まあ、そこで軸ができたら月あの桜,井、ま、桜綾選手が,が怪我しなくて桜綾選手が怪我しなくて。 えーまあ、そこで築山選手とその関係性が実はできてたら面白かったんですけどねあの瀬,瀬古山の下りも、まあ、面白かったですけどやっぱベルトに絡むとか、まあ、フューチャーの資格がなくなってやっぱニューブラッドっていうと白川選手もウェ、えーっていうふうになったしうんそこでやっぱこういう本読んでたらそんな思考にならないはずだし。 で会社としてそういう風にさせようと思ってたらやっぱこのいろんなことをチャレンジするっていうことで、まあ、契約しないとかあそういうのとかそれこそイネクサスビから離れて新しいユニット作るとかなんかそういう風なことになるんじゃないかなっていう風に思ってて。 まあ今の立ち位置になったらや,やっぱ自分で自分の首を絞め続けてったことだと思うんですよ。あの社会人あるあるで1年目から1年目サボって2年目サボってやってくるとどん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 後が大変になってきますからねあーそういうふうになってでも自分の夢を叶えたいからってなるとやっぱ負けん気が強くて、えー、負けず嫌いで気が強くてお勝ち気で。 プライドが高くてエリートってなるとどうしてもやっぱ赤とは言えないんですよね不思議なもんでやっぱ自分の身の丈に合ってるベルトに挑戦するでそれで負けてもまあ,あファンとしてまあ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 みたいなでもそこじゃ夢は売れないんでねだから是非ね、あのー、付き合う若選手しかり、えー、プロレスのファンの人しかり やっぱねこう過去のこれまあ男子レスラーだけなんで女子レスラーの方もたくさんあるんですけどやっぱそういうの読んでいくとあこういう時だから熱狂とか今 YouTube でこの三沢選手が2代目タイガーマスクとか三沢対川田とか三沢対えジャンボ釣れたとかっていうのの時の熱気とかがすごい理由とか全部書かれてるからただ女子プロもスターターもそれをやれるはずなんですよ。ただ売上的なことととか考えると とか入場者数とかのことを考えると違うのかもしれないんですけど、まあ、今度 AW との関連性もあるし、まあ、そ外国で盛り上がり方を日本にまあ導入したいのか、まあ、それがどう正しいかって分かんないんですけどやっぱプロレスラーとしての充実度ってやっぱ試合に来てもらってうん月山若コールをもらうってことだと思うし進路的に「月山月山」って、えー、読んでほしいと思うしそういうのにど,どうやっていう。 戦いい方ととかかどういう心がけとかまた SNS での発信の仕方とかもいろいろあるしバックステージコメントしかり、えー、マイクアピールしかりってだからそういうのをやっぱ学べることってたくさんあるなみたいなあだからファンとしてもまあいろんなこのプロレスの本を読んでこう、まあ、直接伝えれることがあったりするわけじゃないですか,かその時にニューブラットじゃなくてあの赤か白 で挑戦してほしいし5スターグランプリももう絶対出場してするってもう1年前から出てほしかったしうん5スターグランプリに出,出れたらもう勝ち越しはいいやとかじゃなくて絶対優勝します全勝優勝します全勝優勝して赤のベルトに挑戦するのは私ですっていうようなもう優勝宣言全勝優勝宣言をするっていうところまでねやっぱ持って行ってくれないとまあ変な感じがやろうでもいいしこいつ面倒くせえなっていうのでもいいんですよ全然。 先生炎上したりとか今のファンが離れるとかいろんなことあるかもしんないですけどやっぱそこに踏み込んでいくっていうものにしないとうんまあいろんな体の状態とかいろいろあると思うんですよ。まあ、それやったらタック屋だったりとかでいいしだタック屋としてやっていくんだったらニューブラッドは熊地区勘弁ゴッテスに行かないとでゴッテスに行けないような体だったらもうプロレスとしてちょっと考えないといけないっていうところまで。 あるのかなーっていう風にあるしまあいろんな教え方もあるし、まあ、セコンドについて教えれることとかあまあタッグで組んだりとかそれこそアーティストで組んだりとか世界で行ったりとかまあいろんなことがあるとは思うんですけどあまあねファンとしては最初言ったみたいにこの元気でレスリングができるっていう体で手術が終わったってことに嬉しいっていうふうに思うしだけどこうやって復帰した時に何も変わってなくて5スター それで出れるのかとかなんかそういう気持ちでいてくれたらやっぱファンとしては応援しづらいなっていうのがあったりするんでうーんだからなんかこう,うプロレスが好きなんでこうやっぱ夢を売る職業ですしやっぱ築山選手勝つかなとか月山選手大丈夫かなだったりとか、まあ、いろんな思いがあるんですけど、まあ、盛り上がってくれりゃいいしやっぱ勝ちにこだわってほしいし。 うん今自分がの体をで、まあ、新しい技しかり新しいファイトスタイルしかりか夏っぽい選手も首が悪くなってから新しいファイトスタイルを模索してると思いますしうんそうやってどみんなどこが悪いからどういう戦い方変えていかないとなっていう風になってて。 やっぱ築山選手しかりレディー・シー選手しかりこうヒップバスターとこのジャイアントスイングで盛り上がるっていうのは大事かと思いますけどじゃあそれがあの勝ちにつながってるかとかそれがファイブスターグランプリの出場につながってるかとかそれがベルトにつながってるかっていうのはちょっとねうん、まあ、個性の見せ方でいいんですけどうんちょっと今までやってて必要なものは残して必要じゃないのは 取りり払っってだったりとかやっぱり意識の考え方していかないとうーんやっぱ結構ファンとしてまあ見ててしんどくなってくるなーっていう風に思ったりするんであちょっとねまあおすすめは本なんであのファンとしても本読んだり築山選手も本読んだりとまあほっこり築山選手だけじゃなくてあ正直レッスラーになる人はもうプロレス関連の本全部読んで入門してほしいぐらいとか。 練習生のうちに全部読んでほしいとかその動画を見て学ぶとかでもいいんですけどやっぱ本を読んでいろんなレスラーの思いとかそれをしてこう書き留めてで一個一個こう自分で日記つけてで改善点をして試合が終わってうまくいかなかったら先輩に相談してとかあまあしんどいとは思うんですけどやっぱそういうのをしていかないとやっぱ上にはいけないような世界になってきてるんで。 あだからちょっと本当にこの僕も怪我してしんどいなってあるんですけど怪我してるからこそ強くなれるとか怪我してるからこそ視点を変えれるとか怪我してるからこそこう一試合一試合大切にしていくとかあやっぱもうただ一瞬だけ盛り上がればいいとかそういうんじゃなくて自分がベルトを挑戦してそのベルトを巻いてくれるっていう夢を追いかけてそれにしてるわけなんで。やっぱ やっぱトップに立ってるレスラーはいろんな苦難はありながらもそこを努力で乗り越えたりとかヤジだったりとかブー,ーイングだったりとかそこを乗り越えてチャンスをつかんで、えー、自分が動かせる場所で工夫して立ってて塗るんでやっぱそこのところをちょっと工夫して考えたりするとまあ5スターグランプリは今年はしんどいとは思いますけどあー体のコンディションで。 まあちょっとどうかわかんないですけどねもう今年出れなかった2025は絶対出ますって1年間言い続けてほしいっちゃ言い続けてほしいですよねもうあの近場になって急に出るっていうふうに言うんじゃなくてもう1年間もう目標は何ですかって言ったら「来年の5スターグランプリ出て全勝優勝でしょ」う。それずっと言い続けてもいいんじゃないですかねそのためにはベルトがいるしとか出場権があるんだったらとかニューブラッドのタックベルトでをまいてるから5スターグランプリ出れるっていうとすごい僕は微妙だと思ってるんで。 うん、やっぱ最低はゴッテスかなアーティストでも怪しいと思っていますからね、えー、これからね、築山選手の活躍に期待しております。